ドライアイスを消化してきたかもしれないですね。だけの量でドライアイス、ドライアイスを使ってね、アイスクリームの作り方を説明します。ドライアイスなんですけど、かき氷機を使って粉砕して粉末状にして、それを使って冷やすんですけど、まずね、このプラカップに入ってるのは牛乳と生クリーム、それから砂糖、それに全体がちょっと黄色くなってると思うんですけど、これはあらかじめ卵の黄身の部分ですね、卵黄が入っています。でこのままね、冷やしてしまうと氷みたいにガチガチに固まってしまうので、このベースを事前に泡立て器ね、クリーマーで泡立てておきます。よく混ぜる、混ぜるっていうことと泡立つようにね、アイスクリームのこのふかふか感って、この素材の中に含まれているこの泡の部分が関係あるので、ここで十分にこう泡立てておくと、はい、こんな感じですね。スチロールカップにベースとなるね、この素材を入れます。じゃあこちらのかき氷機にドライアイスをセットしますね。多い感じなんで少し量を減らしていきます。そんなたくさん入れなくても大丈夫です。全体固まってしまうので、ちょっと入れたらこうかき混ぜて様子を見る感じでね。でドライアイスが消化してきて、すごくこの発泡してくるのね、泡がこう立って、さっきクリーマーで混ぜたんですけども、この段階でこれ泡出るので、そんなに混ぜなくても大丈夫かもしれないですね。ただあんまりここで固まりすぎてしまうと、アイスクリームらしくならないので、スプーンでね、かき混ぜてやると良いと思います。あれだけの量で、ドライアイスね、そんなに入れたわけじゃないんだけど、もうかなりアイスクリームっぽくなりました。ねっとりと残ってる感じがいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですかね。これは食べる場合ですね、食する場合ちょっと気をつけてもらいたいのは、ドライアイスのこの粒が残ってるとね、危ないので、しばらくこれを数分置いて安全を確かめてね、ドライアイスが完全に消化して残ってないってことを確認してから、味見程度にすればいいかなというふうに思います。もう泡出ませんね。でドロドロしてる状態だと、消化して出てきたね、二酸化炭素がこう泡になって出てくるので、発泡の様子が観察できるんですけど、ね、もうこれほぼ固まっちゃってる状態なので、もう泡は立たないみたいですね。はい、こんな感じです。